3月11日金曜日約12時、モスクワ在住の広瀬です。本日もモスクワは晴れ、現在インターネットは、使えております。そこに見えるのがクレムリンですね。そこから800メートル程度のところにいます。下を見ると、ユニクロがあって、なんだか人がちょっと並んでますので、見に行ってみたいと思います。ユニクロ見た後ですね、両替所も見に行きました。どういったですね、オフィシャルな両替所なのかなのかよく分かりませんが、やってましたね。1ドル140ルーブルで売られてました。24日以前、2月の中旬ぐらいはですね、1ドル80ルーブルだったので80から140に上がった、まあ2倍近くの値段になったということです。というわけで、現在インターネット使えておりますが、モスクワからお伝えいたしました。